らです。その筋の話。毎週一筋縄ではいかないゲストを迎えして、そのゲストが歩んできた様々なその筋の話を聞いていくコーナーです。改めまして、本日のゲストはピエール滝さんです。こんにちは、ピエール滝です。よろしくお願いいたします。あー、いいねいいねいいね。滝さん2秒前まで鼻かんでたんですけど。そうですね、はい、ラジオのいいところ。そうですね、はい、そう。俺も今あのパンツ脱いでますから。いやいや、息を吐いてます、はい、吐いてます。いや、もうゲストですからね、今日は。改めてそうですよ、恐ろしい話ですよ。もう照れくさいだろうけども、うん、ほぐさせてもらいますよ。はい、たまちゃん ほぼ知ってるだろうからね。まあ、うん、でも知らないこともあります。ありました。行きましょうよ。じゃ早速、滝さんの簡単なあらすじとその筋をご紹介します。うん、1967年、静岡県のお生まれで現在47歳です。うん、高校まで野球少年として白球を追いかける日々を過ごすも、85年友人石野卓球さんなどとバンド人生をスタート。89年には電気グルーヴを結成し、メジャーデビューを果たします。91年には日本放送オールナイトニッポン土曜2部のパーソナリティを担当。時を同じくして浅草キッドと出会い、全員が全裸になった思い出の飲み会を開催。お互いの絆を深めていきます。また音楽活動と並行して声優や漫画の原作、ゲームソフトのプロデュースなどを行う傍ら、最近では俳優としても大活動をされていらっしゃいます。そんな、まあ、大活躍ですね、大活躍されていらっしゃいます。その玉結びファミリー木曜パートナーのピエール滝さんが本日のゲストとなっております。いよいよよろしくお願いします。大活動してます。大活動ですよ、はい、活動屋ですよ。そうですね、活動写真の方でやってますから。私の方でやってます。はい、大変失礼しました。大丈夫ですよ。そんな滝さんのその筋は、その1、高校1年の夏、卓球さんの家で聞いたニューオーダーのブルーマンデーに衝撃を受けて週5で卓球さんの家に通った筋。うん、その2、生物と科学だけはずば抜けて好成績、将来は臨床検査技師を目指していた筋。うんうん、その3、阪神タイガースの入団テストを受験、もちろん不合格の筋。もちろんは余計でしょ。その4、今何時だと思ってんだ。ファミコンのやりすぎでコアモテのお兄さんが家に乱入、マジ切れされた筋。うん、その後レコード会社との面接で、ライブは30本はやりましたかね、うん、オリジナルの曲は50曲はあるかなとハッタリをかまし、メジャーデビューの筋。その6、ドイツでケンタウロスの着ぐるみを着てライブに参加、ドイツ人のドギモを抜いて翌日地元新聞のトップを飾った筋。その7、映画凶悪で第37回日本アカデミー賞優秀助演男優賞受賞の筋と、7本の筋が張っていらっしゃいます。いや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 、歴史あるな、やっぱり。そうですね、あるな。全部気になりますけどね。そうなんだよ、高校1年の夏、卓球の家で聞いた、うんうん、このニューオーダーのブルーマンデーに衝撃を受けたと。はい、野球少年って、高校野球は、そうだから、高校に入って高校いや、うん、野球部に入って、うんうんうん、そうなると、いろんな中学からさ、いろんな奴が集まってくるじゃない。うんうん、で、その、で、集まってくると、お前どういう奴、どういう奴って話していくうちに、うん、で、滝はどんな音楽が好きなのって言うから、うん、まあ、当時 YMO とかクラフトワークとか、うん、そういうちょっとテクノ系の曲が好きだったのね。うん、で、そういうのが好きだったら、俺の友達にすげえ詳しい奴がいるから、今度そいつの家に遊びに行こうって、その、ピッチャーだった奴が誘ってくれて。で、16の夏に、練習が終わってから、卓球くんの家に行くわけですよ、ね。で、行ったら、あいつが、もう、なんですかね、トランクス1枚にランニングのシャツを着て。バカそうだね、まだ。そうそう、坊主、坊主頭で。卓球は部活やったのかね。あいつはね、一応ね、部活、あ、でも、高校になってやってなかったもん。やってねえんだ。そうそうそう。やってねえだ。で、家に行ったら、おめえが滝ってやつかってことになって、話は聞いてるぞと。で、まずとりあえずこれを聞けってかけたのが、その当時出たばかりのニューオーダーのブルーマンデーっていう曲だったんですよ。はい、で、それがまあ、エレクトロビートの曲で、うん、で、まあ、YMO とクラフトワークしか知らなかったですから、うん、あ、こんなダンスチューンな感じで知らない曲があるんだって、ものすごいかっこいい曲だったんです、そのブルーマンデー。が、あのバスドラの8部のキックで始まるっていうやつなんですけど、ミュージシャンだね、言うことが、ね、そうですね、それでこれかっこいいってことになって、で、まあ、卓球の絵にはそのニューウェーブだったりとか、そういう、洋楽ので、しかもちょっとマニアックなレコードがいっぱいありましたから、で、それでこいつ面白いなってことになって、部活が終わってから卓球の絵に足しげく通うようになると。ほー、
で結構裕福だったのかね、当時そんなの買えたっていうのは。そうですよね。あ、卓球？うん。いや、あいつは裕福じゃなくて、一応、何ですかね。大丈夫な範囲で。大丈夫な範囲で。どういうことなんですか？一応ね、駐車場かなんかでバイトしてたんで、あいつ。あ、バイトやったんだ、あいつ。一応バイトして、で、お金をね、もらって駐車場のこう入れるってやつの、まあ、途中の、別のルートを作ってっていうことで。たくましいな、っていう。卓球たくましいよね。工夫だね。生きる術、サバイバル術、はい、16歳にしてバイト代のもらい方を工夫して、それでレコードかとか買ったりしてた。で週5日か、じゃあ練習終わってからずっと。そうだから練習がまあ当時1年生とかだと、うん、まあ終わった後にグランド整備とか片付けもあるんで、まあ9時ぐらいに終わる。あの時のでも野球部だろ、高校1年とかアイドルとか出てくるからそっちの方に行っちゃってるやつが多かったけどな。いやまあね、そうだね。ああいうのはまあ中学ぐらいからね、聞いたけどな、俺たち。だから当時、うん、まあおにゃんこクラブとかもあったんだけど、はい、その時間俺ら練習してるから。ああ、見られないんですね。全く見てない。そうだ、野球部だもん。そう。で、それで9時から卓球の家に遊びに行って、うん、で、そこでそのニューウェーブのレコード聞いたり、サブカルの漫画を読んだりして、夜中12時ぐらいにまたチャリに乗って家に帰って、翌日は朝7時から朝練っていう。偉い！なんだろうね、それをみんなノーギャラでやってるからね、あの高校生。普通ギャラもらいたいぐらいだ、そのスケジュール。それぐらいのね、労働だと。だ当時は野球とニューウェーブの両立って呼んでましたね。大したもんだよ、はい。それはすごいね。ああ。じゃあ16歳からずっと続いてるわけですもんね。関係はそうだね。なあ。そんな続くと思わなかったけどね。ねえなあ。30年だぜ、つながりで。すごいですよね。高校の友達なんかつながってねえもんな、もう。残念ながらね。いないわ。まあ、でも、あの、卓球とは別の学校だったんで、いやそういうつながりって今度強くなるというか、ね、学校の友達無理しなくちゃいけないじゃん。やっぱり。ある程度。毎日顔合わすから。で、そういうのがなかったのが良かったんじゃないですかね。あら。ねえ。言いますな、語りますな。ほぐしましたな、俺。じゃあどうする？はい。どっちに行こうかな。2か3か。3かな？阪神タイガースの入団テスト受験。もちろん不合格の筋。そうだね。あれさ、野球少年っていうのはさ、うん、どれぐらいで俺ってプロいけねえなって思うわけ？いや、もう高校始まって、まあ大会とかで他のチーム見たりとかさ、強いチーム見たりするわけよ。うん、あで、まあうちらもその高校の時に、例えば関東遠征とかで来て横浜高校とやったり、堀越とやったりとか、大ビリンとやったりとか、するわけ。でそうするともうそこの練習とかその層の厚さとか見ると、もうこれ完全に無理だなと。静岡の早かったですね。アパチ野球部は。そうそう、公立のね、県立のそんな進学校がね、甲子園なんか行けるわけねえなっていうのが、もうすぐ肌感覚でわかるんですけど、このね、阪神の入団テストっていうのは、これちょうどあの、阪神が優勝した85年の話なんですけども、その時僕18歳で、で、阪神の入団テストの会場が甲子園球場だったんですよ。いいね。で、甲子園球場ってことは、合法的に甲子園球場入れるじゃないですか。合法です。ね、しなきゃ非合法で入ろうとね、そういう考えやめなさいと。そうでしょ、非合法で入ると新聞載っちゃうじゃないですか。載っちゃう、載っちゃう。合法的に入れるから。ねえ、で、で、合法的だってことで、うん、その、さっきね、言ってた、卓球を紹介してくれたピッチャーのやつと、二人で、じゃあ行こうぜと。で、鈍行乗り継いで、行って、そこでも阪神の入団テストを受けたんですけど、はい、行ったらさ、もうさ、やっぱその、記念受験みたいなおっさんの方が多いわけよ。おっさんマジで来てるとこもいるんだよね、うん。秋田の高校のセカンド守ってたんだけど、甲子園俺出たんだよね、って言ってた。それでも。来てたりとかして、そういう子たちがプロの夢を捨てきれなくて来るんですけども、はい、それが多分2割ぐらい、うん。残りの8割はまあ俺も含めての冷やかし。冷やかし受験。目当ては甲子園球場っていう。で、まあそこで、50メートル遠投。遠投。をまずやって1次テストでフルにかけられるんです。50メートルが7秒5ぐらいかな。で、遠投が80メートル高級で。まあでも、やってたらね、うちら現役でやってたばっかりだから、まあそれはいけるよね、クリアしますよ、ね。おすごいすごい。もうおっさんとか本当にね、50メートルバーン走って飛んで、はい、12秒みたいな感じで。ダメじゃん、それ。不合格みたいなことで、デヘヘヘヘヘヘとかって帰ってくるんだよ。嬉しそうに帰ってくる。甲子園の砂持って帰って。砂持ってって、本当に。砂目当てだから、あのおっさん。そう、砂だよ。砂を魚に、ね、今晩飲もうっていう口だから。砂を当てに、いいね。でも僕一応2時まで行って、すごいノックとバッティング受けて、だから、阪神のもう本物のメット被って、ケージ入って、まあ、阪神のバッティングピッチャーの人が投げてくれるボールを、球場でカコーンと打ってきましたよ。え
打ったなら合格じゃねえんだ。ですよね。で、いや、その様を見て、まあ、バッティング、そしてノック。ノックも受けるんですけど、それを見て、その中からその、スカウトというか、な人が、また後日来てくれるって人を選ぶんですよ。でピッチャーはピッチャーでブルペンとかでビンビン投げてるんですけど、はい、その日多分200人以上いたのかな受験者が。で、後日来てくれるって言われた人が確かね、2人か3人で、そんなもんなんだ、ね。で、後日来た人も結局合格なかったですか。この年はだからそのセレクション、その入団テストで入った人はゼロだった、うん。ゼロなんだ。あ、残念。狭きもんだよね。いや、そうだね。激うまいんで、ほんと他のやつとか。だろうよ、ててね、違うんですね。でもね、全然無理だっていう。え、これもやってないんですよね、もうこういうことは。今どうなんでしょうね。どうなんだろう。ちょっと前っていうか、ずいぶん前だけど、うちの井出らっきょさんも日ハムの入団テスト受けて、受かったんだよね。え？受かったの。でも年齢で弾かれちゃった。年齢で弾かれちゃった。で、満たしてたんだよ。満たしてた、ほんと全部。そう。そんなことあったね。ああ。じゃあもちろん砂持ち帰りましたね。もちろん砂持ち帰りました。砂だもん、砂みたいな。あれ何に入れるんですか、なんか、ジッパーみたいなの持ってくんですか、グローブとかしまったってバッグにも山盛りで入れて、本当に。いいね。7、8キロ持ってきたんじゃないかな。これ造園業じゃねえんだから、砂の器ですよ。お砂の器、また。宿命ですよ、これ。宿命。そうなの。重くてしょうがない。ねえ。いや、笑っちゃうよな。あとね、私本当に気になるのが、今何したと思ってんだと、ファミコンのやりすぎで、こわもてのお兄さんが家に乱入して、マジ切れされた筋と。これ、まずあれだよね。上京してきたってことだもんね。そう、だから上京してきて、19歳で上京しますよね。うん、で、一人暮らしを始めるんですけども、うん、まあそうなると、まあ専門学校も一応行ってたんですけども、これですよ、臨床検査技師の、はい、専門学校を行くために、幡ヶ谷に住んでたんですけども、うん、そこで、ただそうなると19のガキが考えることなんてことは、うん、学校に行くってことよりも、これで24時間遊べるぞと。抜き放題。そう、抜き放題なわけです。親元を離れて。親元離れて。そういうことで、はい。で、家にみんな友達が集まって、夜な夜のファミスタ大会やってたんで。本当に。ちなみにチームはどこでやってました？僕ね、レールウェイ、あ、レールじゃないな。俺どこでやってたかな、当時。俺フーズフーズ。あ、フーズフーズ。俺阪神でやってた、当時。あ、そこも強かったな。そう。あの年の阪神は強かったな。そう、強いんだよね。バースいるしよ、岡田も。山本が左右にぐいぐい曲がるっていうね。野球ゲームですか？そうそう、野球ゲーム。野球ゲームだよ。で、それを家、夜な夜な家に集まってやってたんですよ。はい、で、まあ19が秋なんで、やってても興奮してきちゃって、もう、ダー逆転とか、やったーホームランとか、夜中の2時とかで大声出しちゃうわけ、ワンルームで。そうしたら、うちのその部屋が1階の部屋だったの。はい、で1階でいろいろこう立て込んで小さいワンルームがいっぱい集まってるところだから、中庭に三角形の胸地みたいなのがあったりするじゃないですか。何も建てられないの中庭扱いになってて、日陰でなんか、段ボールが雨ざらしになってたりとかするところが窓開けたらそういう感じだったの。で、そこでやってたら、いきなり夜中にホームラーンとか言ったら、その窓側の、窓がってその、何、そのスペース側の窓がガラッと開いて、普通そこ開かねえんだ。はい。そしたら、捨ててことなんかの何に来て、腹巻き巻いた、おっさんが、お前ら何時だと思ってんだって当たり前だけどな。言われて、いや、こっちも全く同じこと返せるんだけど。まあ、どこ開けてんだと。どこ開けてるんだ、なんで、もうほんと怖いわけ。で、隣の、そのね、おじさんが、長距離トラックの運転手さんをやってたっていうのは知ってたわけよ。で、いないことが多いんで、で、キャッキャキャッキャうちで遊んでたんだけど、その日はたまたまいて、ガラッと開けて、何時だと思ってんだなるらって言って、ちょっと反射で、すいませんって言ったら、あったよ、しろしろって、カラカラカラ、パタンって出てしまって。ちゃんと調べていった。で、それで、ちょっと冷静になって、何だったんだ、今のと。なんかね、イベント発生みたいな。玄関じゃなくて、窓の方から来るってどういうことだって話をして、こしょ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 、話してたわけ。そしたら、やっぱさすがにそのね、おじさんもやりすぎたと思ったんだろうね。はい、相手子供出した、10代の、うん。で、またしばらくしたら、今度はその窓側が、コンコンってノックするわけ。ノックだけ。次はノックだけ。コンコンってノックして人影がこうぼやって見えてから、あ、また来た。また来たって思ったら、カラ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 って今度静かに開いて、またおじさんが立ってるわけ。はい、おじさんが、なんかあれだな、さっきちょっと大声出して大人げなくて悪かったな、つって。あら。で、なんか紙袋持ってるんですよ。でっかい紙袋。うん、で、これちょっと、まあ、わびったわけじゃないけど、これ、貸してやるから、もうこれ返すのいつでもいいから。これってポンって窓際のところに置いて、カラ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 ピシャッつって閉めていなくなったんです、はい、で、なんだろうあの紙袋ってパッて中身見たら、中身エロビデオがぎっしり入ってた。いいね、トラック野郎だね。しかもセル版、セル版だ。
買ってる。16,800円とか書いてあるんですが、高い時代だよ。それが紙袋にぎっしり、30本ぐらいですかね。いやー、それは良かった。いい話だねなんかね、カサギ像みたいな話だね、これ。恩返しですね。恩返しだね、これ。恩返しなのか分かんないけど。で、借りたはいいけども、それ、返し行くとまた買わせなくちゃいけないじゃん。どうしたんですか？で、最後、どうして返したかも忘れちゃいましたけど、もう俺、これなーって言って。ちゃんと返したんですか？返したと思います。しかもセルのまあまあプレーンなやつが多かった。ああ、そう、プレーンなやつね。そう、昼下がりの奥様みたいな、そんな感じのやつとか、ね。マリスジャパン的なやつ。そうそう。いや、いいね。なんか不思議な人を引き寄せちゃいますね。そうなんですかね。これだよ。優しいな、おじさん。この GO ね。レコード会社との面接でライブは30本やりましたと。うん、オリジナルの曲は50曲はあるからと、ハッタリをかまし、メジャーデビュー。うん、これハッタリかましたわけ、これ。ああ、これ、そうですね。うん、まあ、それまでさっきのね、ちょっとしたとこで、人生ってバンドが出てきたんですけども、はい、まあ、それは、高校生の時に、まあ、卓球くんとやってたバンドで、まあ、東京に上京したからもちょっとやってたんですけれども、まあ、人生を解散したと。はい、で、その後に、まあ、電気グループに、今の形に、89年ぐらいになるんですけれども、うん、で、電気でライブを始めたら、2本目かな、最初、一番最初のライブは大阪でやったライブなんですけど、はい、その後東京戻ってきてロフトかなんかでやったライブを、うんうん、ちょうどレコード会社の人が見に来てたんですよ。で、いくつか出るバンドで3、4バンド出るようなイベントで、うんうん、で、他のバンド目当てに来てたんですけど、で、うちは トップバッターで、で、あのバンドなんだってことになって、で、ちょっとあいつ話聞いてみようってことで呼ばれたんですよね、はい、そのレコード会社の。で、どんな感じでやってるのっていうんで、まだ、バンドも変わったばっかなんで、で、ライブ2本目じゃないですか。ダメだよな、それ。言えねえな、オリジナル曲も、そのライブやった曲全部なんですよね。5曲ぐらい確かにやったんですけど、電気としては。で、それ言っちゃうと、ああってなことになっちゃうんで、まあその前にはさ、で、人生のライブも全部カウントに入れて、うん、で、デモテープみたいな、その形、まあ、形になってないのまあ、あれば、50はあるかみたいな卓球と言って、まあ、50はあるなみたいな。で、その場で、それを言っておったところ、結局、じゃあ、やってみようか、じゃあ、プロで、っていうことになって。すげえじゃん。まあ、その、まあ、スカウトですかね。で、プロになるって、まあ、現在に至るんですけども。それ大丈夫でした？すぐ入って、バレなかったですか？それバレなかったね。バレなかったのもありますし、ね、まあ、当時ね、そのね、バンドブームがちょうどこう終焉を迎えた、インディーバンドブームとかあったんですよね。それがちょうど終焉を迎えてた頃なんで、そのバンド前としたバンドじゃないもの、まあ、うちらもその、ね、トラック打ち込みで、で、別にギターと、ドラムがいるわけでもないですし、まあそういうのに多分、レコード会社も興味持ってたんでしょうね。ああ、その拾ってくれた人と今でも繋がりってあるわけ？ありますよ、ありますよ。あ、あるんだ。そうそうそう。へぇ、電気を見つけてきた人なんて言ってね、平川源内みたいなもんだな。うん、まあそういうことだろうね。うん、電気を発明したみたいな感じですね、まさしくね。あらららら。そしてさらに、うん、その活躍ぶりは海外にまで波及しまして、うんうん、ドイツでケンタウルスの着ぐるみを着てライブに参加、はい、ドイツ人の度肝を抜いて翌日地元新聞のトップを飾った。はい、本当ですか？そうですね、これドルトムントの話ですけどもね、はい、メイデイっていう向こうでドイツのそのテクノの祭典のようなお祭りがありまして、まあレイブとか呼ばれてるもんですけども、まあそこに電気グループでライブをやりに行くってことになって、うん、デビュー何年目ぐらいですか？これ2000年行ってんだ、90何年か。あ、じゃあ本当、ね、卓球はやっぱ輸出は結構早かったよね。そう、あいつはもうDJ として卓球校はドイツの方とか回ってましたし、で向こうで結構人気ありますからね、卓球校は。はい、で、それの、要は、卓球石野のバンドだったことで、電気グループで行くわけですけども、はい、で、そこでやったときに、まあ、ちょっと、ね、じゃあ、かますかってことになりました。かますかな、それ。そうだよ。かます。でっかい、その、ケンタウルス の着ぐるみというか、持ってって、作って持ってって。日本から持ってったんですか？日本から作って、向こうにないでしょ、そんなの。そうですね。まあ、はい。チクチク縫うわけにもいかないですね。ギリシャ行って売ってるわけじゃないですから。
で、それ持ってって、はい、で、まあ、持ってく時も大変だったんだけどね。はい、その、税関とか通す時とかね。はい、あと、カルネっていうその機材申請とかしなくちゃいけないんですけど、はい、そこで申請してる時に向こうの税関職員がこれは何だと。衣装だと。衣装には見えねえぞってことなんていうのが、ね、なんですけども、まあそれでドイツのそのメーデーってやつで、ケンタロスの格好でこう出たところ、はい、ドイツキッズにお受けと。あ、キッズの方ですか？はい。まあだからその来てる子たちね、あの連中とかは、その、はい、若い子たちですかね、10代とかの子たちですから。で、その子たちが、わーっと喜んでくれて、で、翌日のそのドルトムントの、新聞の一面に、その僕のケンタウロスの写真がバコーンって載って、まあ、昨日こういうメーデーっていうのがあって、こんな奴が出てたっていう写真を。すごいよ。すごい。一面です。日本でもならないですよね。なかなかな。そうですね。なかなかならないですよ。すごい。僕でも高校時代、スクイーズ外れた写真で、地元の新聞の一面に載ってます。いやいや、そのね、かまさなきゃいけねえってことで思い出したよ。何ですか？元気グルーヴの初日本武道館のコンサート、前説浅草キッドだ。ああ、そうそうそう。ほいで、俺たちも、これはもう電気のところだからかまさなきゃいけねえと。はい。うん、大人のおもちゃ屋行ってさ、うん、こんなね、アメリカ製のでっかい針型とかさ、あるわけよ。あらま。うん。で、トレンチコート着て、こうやってフリチンで最後館長やろうっつって。うん。うん。ね、それでかまそうって言ったら、はい、当時の電気のマネージャーが俺たちの楽屋に来て、土下座するわけ。お願いします、それをやったらコンサートが一発で中止になるんで、それだけは勘弁しなさいって言われて武道館超厳しい、ね、厳しいそういう風景を乱すようなことは今日のライブじゃなくて、これからそのレコード会社の先のライブもできなくなる、できなくなるあらららら、俺たち全部用意してたのにさ、はい、じゃあ分かりましたと、今日はやりませんって、うん、まあ前説を普通にやってね、最後帰れコールをで送り出されたって、はい、昔はね、キッドとうちらはね、かまし合いでしたから、本当に。かまし合いだよ。素晴らしいですね。そうなの。電気が、だから何曜日であれ、オールナイト、月曜日か。2部の頃は土曜で、1部になってから火曜日か。あ、そうだ。俺たちは月曜日の任務なんだよ。はい。で、スタジオが一緒なんだよ。日本放送の、うん、オールナイト日本、はい。そこに掲示板みたいので貼り付けてるのが、なんか電気グループで面白いってやつがいるっつって、なんかくだらない掲示板になんか書いて貼ってあるんだよ。ギャグ、ギャグとか、そうそうそう、うん、いろんなね、物騒なこととかを書いた。ああ、じゃあうちも負けてられねえなんてまた話になって、でこの間っつってまた貼ったわけ。で先日松茸狩りに行ってまいりましたっつって、その写真を見てくださいっつって、うん、うん、それを電気グルーヴさんって言って書いたわけよ。それをこう見て、ギャハと、うん、紙で一応伏せてあるから、うん、ペラってめくると、まあ、松茸のね、うん、写真が。写真が。まあまあまあ、若かった若かった、そう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 、前のお話でもありましたけど、殿下の宝刀って何かと思ったらね、前代になることだったりとかね、なんかそういう、なんだろう、いいですね、小学生の男の子みたいな感じの誰やがね、言ってみたら、うん、一緒に下着パブ行ったりとかよ、そうトップレス相撲のあれだけど、まあそんなことやってるけど、その8だよ、映画家ね、凶悪で、すごい賞もらったじゃねえか。そうです。ブルーリボン賞もらった。はい、おめでとうございます。ね、ちょっと俺から、お祝いで、おぉ、に、ちょうちんを。マジで、たまちゃん。超嬉しい。名優、これブルーリボンだって。ほわ、ほんとだ。いやいやいや。ありがとう。ちょうちんですね。ねえ、持つべきとも、ものは友ですな。ありがとうございます。嬉しい。お祝いしたくてよ。おぉ、嬉しい。ありがとう、たまちゃん。まあ、俺たちの誇りですよ、ビエラだって。ほんとですよ。あなた雪の女王だってね。いや、すごいすごい。松坂子、神田沙也加、ビエラ滝と。最後出てくる、名前出てくるわけですからね。笑ったでしょ、小林さんも。いやそんなことないですよ。ちょっと違和感は、まあ、やっぱりちょっとまた司令とやっちゃってみたいな。すごかったですね、本当に。いやいや、ぜひとも飾ってください。ありがとうございます、嬉しい。盟友と書いてある。盟友ですよ、ちんに。まあ。お別れのね、林が流れてますが、まだ滝さんここにいらっしゃいます。さまざまなお話をね、続けますので、はい、まだステイです。ステイ、改めてこのコーナー、ピエール滝さんでございました、はい、ありがとうございました。失礼いたします。おめでとう。こちらです、その筋の話。毎週一筋縄ではいかないゲストを迎えして、そのゲストが歩んできた様々なその筋の話を聞いていくコーナーです。改めまして、本日のゲストはピエール滝さんです。こんにちは、ピエール滝です。よろしくお願いいたします。あー、いいねいいねいいね。滝さん2秒前まで鼻かんでたんですけど。そうですね、はい、ラジオのいいところ。そうですね、はい、そう、俺も今パンツ脱いでますから。いやいや、息を吐いてます。吐いてます。いや、もうゲストですからね、今日は。改めてそうですよ、恐ろしい話ですよ。
もう照れくさいだろうけども、うん、ほぐさせてもらいますよ。はい、タマちゃん ほぼ知ってるだろうからね。まあ、うん、でも知らないこともあります。ありました。行きましょうよ。じゃ早速滝さんの簡単なあらすじとその筋をご紹介します。うん、1967年静岡県のお生まれで現在47歳です。高校まで野球少年として白球を追いかける日々を過ごすも、85年友人石野卓球さんなどとバンド人生をスタート。89年には電気グルーヴを結成しメジャーデビューを果たします。91年には日本放送オールナイトニッポン土曜2部のパーソナリティを担当。時を同じくして浅草キッドと出会い、全員が全裸になった思い出の飲み会を開催。お互いの絆を深めていきます。また音楽活動と並行して声優や漫画の原作、ゲームソフトのプロデュースなどを行う傍ら、最近では俳優としても大活動をされていらっしゃいます。そんな、まあ、大活躍ですね、大活躍されていらっしゃいます。その玉結びファミリー木曜パートナーのピエール滝さんが本日のゲストとなっております。よろしくお願いします。大活動してます。大活動ですよ。活動屋ですよ。そうですね、活動写真の方でやってますから。活動でやってます。大変失礼しました。大丈夫ですよ。そんな滝さんのその筋は、その1、高校1年の夏、卓球さんの家で聞いたニューオーダーのブルーマンデーに衝撃を受けて週5で卓球さんの家に通った筋、うん、その2、生物と科学だけはずば抜けて好成績、将来は臨床検査技師を目指していた筋、うんうん、その3、阪神タイガースの入団テストを受験、もちろん不合格の筋。もちろんは余計でしょ。その4、今何時だと思ってんだ、ファミコンのやりすぎでコアモテのお兄さんが家に乱入、マジ切れされた筋、うん、その後レコード会社との面接で、ライブは30本はやりましたかね、うん、オリジナルの曲は50曲はあるかなとハッタリをかまし、メジャーデビューの筋。その6、ドイツでケンタウロスの着ぐるみを着てライブに参加、ドイツ人のどぎもを抜いて翌日地元新聞のトップを飾った筋。その7、映画凶悪で第37回日本アカデミー賞優秀助演男優賞受賞の筋と、7本の筋が張っていらっしゃいます。いや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 、歴史あるな、やっぱり。そうですね、あるな。全部気になりますけどね。そうなんだよ、高校1年の夏、卓球の家で聞いた、うん、このニューオーダーのブルーマンデーに衝撃を受けたと。はい、野球少年って高校野球は、そうだから高校に入って高校や、うん、野球部に入って、うんうんうん、そうなるといろんな中学からさ、いろんなやつが集まってくるじゃない。うんうん、で、その、で、集まってくると、お前どういうやつどういうやつって話していくうちに、うん、で、滝はどんな音楽が好きなのって言うから、うん、まあ、当時 YMO とかクラフトワークとか、うん、そういうちょっとテクノ系の曲が好きだったのね。で、そういうのが好きだったら、俺の友達にすげえ詳しいやつがいるから、今度そいつの家に遊びに行こうって、その、ピッチャーだったやつが誘ってくれて。で、16の夏に、練習が終わってから、卓球くんの家に行くわけですよ、ね。で、行ったら、あいつが、もう、なんですかね、トランクス1枚にランニングのシャツを着て、バカそうだね、まだ。そうそう、で、坊主頭で。卓球は部活やったのかね。あいつはね、一応ね、部活、あ、でも、高校になってやってなかったもん。やってねえんだ。そうそうそう。やってねえだ。で、家に行ったら、おめえが滝ってやつかってことになって、話は聞いてるぞと。で、まずとりあえずこれを聞けってかけたのが、その、当時出たばかりのニューオーダーのブルーマンデーっていう曲だったんですよ。はい、で、それがまあ、エレクトロビートの曲で、うん、で、まあ、YMO とクラフトワークしか知らなかったですから、うんうん、あ、こんなダンスチューンな感じで知らない曲があるんだって、ものすごいかっこいい曲だったんです、そのブルーマンデー。があのバスドラの8分のキックで始まるっていうやつなんですけど、ミュージシャンだね、言うことが、そうですね、それでこれかっこいいってことになって、で、まあ、卓球の絵にはそのニューウェーブだったりとかそういう、洋楽ので、しかもちょっとマニアックなレコードがいっぱいありましたから、で、それでこいつ面白いなってことになって、部活が終わってから卓球の絵に足しげく通うようになると。ほう、結構裕福だったのかね、当時そんなの変えたっていうのは。そうですよね。あ、卓球？うん。いや、あいつは裕福じゃなくて、一応、何ですかね。大丈夫な範囲で。大丈夫な範囲で。大丈夫な範囲で。
うん、一応ね、駐車場かなんかでバイトしてたんだ、あいつ。あ、バイトやったんだ、あいつ。一応バイトして、で、お金をね、もらって駐車場のこう入れるってやつの、まあ、途中の別のルートを作ってっていうことで。たくましいな、っていう。たくましいよね。工夫だね。生きるすべ、サバイバル術、はい。16歳にして。バイト代のもらい方を工夫して、それでレコードかとか買ったりしてた。で、週5日か。じゃあ練習終わってからずっと。そう、だから練習がまあ当時1年生とかだと、うん、まあ終わった後にグラウンド整備とか片付けもあるんで、まあ9時ぐらいに終わる。あの時のでも野球部だろ、高校1年とかアイドルとか出てくるからそっちの方に行っちゃってるやつが多かったけどな。いやまあね、そうだね。IMO はまあ中学ぐらいからね、聞いたけどな、俺たち。だから当時、まあおにゃんこクラブとかもあったんだけど、その時間俺ら練習してるから。ああ、見られないですね。全く見てない。そうだ、野球部だもん。そう。で、それで9時から卓球の家に遊びに行って、で、そこでそのニューウェーブのレコード聞いたり、サブカルの漫画を読んだりして、夜中12時ぐらいにまたチャリに乗って家に帰って、で翌日は朝7時から朝練っていう。えらい。なんだろうね、それをみんなノーギャラでやってるからね、あの高校生。普通ギャラもらいたいぐらいだ、そのスケジュール。それぐらいのね、労働だと。だ当時は野球とニューウェーブの両立って呼んでましたね。大したもんだよ。はい、そりゃすごいね。ああ。じゃあ16歳からずっと続いてるわけですもんね。関係はそうだね。なそんな続くと思わなかったけどね。ねえな、30年だぜ、つながりで。すごいですよね。高校の友達なんかつながってねえもんな、もう。残念ながらね。いないわ。まあでも、卓球とは別の学校だったんで、要はそういうつながりって今度強くなるというか、ね、学校の友達無理しなくちゃいけないじゃん。やっぱり。ある程度。毎日顔合わすから、で。そういうのがなかったのが良かったんじゃないですかね。あら。言いますな、語りますな。ほぐしましたな、俺。じゃあどうする？はい。どっちに行こうかな。2か3か。3かな？ 3 試合。タイガースの入団テスト受験。もちろん不合格の筋。そうだね。あれさ、野球少年っていうのはさ、どれぐらいで俺ってプロいけねえなって思うわけ？いや、もう高校始まって、まあ大会とかで他のチーム見たりとかさ、強いチーム見たりするわけよ。ああ。で、まあ、うちらもその高校の時に、例えば関東遠征とかで来て横浜高校とやったり、堀越とやったりとか、大ビリンとやったりとか、するわけ。でそうするともうそこの練習とかその層の厚さとか見ると、もうこれ完全に無理だなと。静岡の。早かったですね。アパチ野球部は。そうそう、公立のね、県立のそんな進学校がね、甲子園なんか行けるわけねえなっていうのがもうすぐ肌感覚でわかるんですけど、このね、阪神の入団テストっていうのは、これちょうど阪神が優勝した85年の話なんですけども、その時僕18歳で、で、阪神の入団テストの会場が甲子園球場だったんですよ。いいね。おで、甲子園球場ってことは、合法的に甲子園球場入れるじゃないですか。合法で。非合法で入ろうとね、そういう考えやめなさい。そうでしょ、非合法で入ると新聞載っちゃうじゃないですか。載っちゃう。合法的に入れるから。ねえ、で、ここで合法的だってことで、その、さっきね、言ってた、卓球を紹介してくれたピッチャーのやつと、二人で、じゃあ行こうぜと。で、鈍行乗り継いで、行って、そこでも阪神の入団テストを受けたんですけど、行ったらさ、もうさ、やっぱその、記念受験みたいなおっさんの方が多いわけよ。おっさんマジで来てるとこもいるんだよね、秋田の高校のセカンド守ってたんだけど、甲子園俺出たんだよねって言って、それでも来てたりとかして、そういう子たちがプロの夢を捨てきれなくて来るんですけども、それが多分2割ぐらい。残りの8割はまあ俺も含めての冷やかし。冷やかし受験。目当ては甲子園球場っていう。で、まあそこで、50メートル遠投。遠投。をまずやって1次テストでフルにかけられるんです。50メートルが7秒5ぐらいかな。で、遠投が80メートル、高級で。まあでも、やってたらね、うちら現役でやってたばっかりだから、まあそれは、いけるよね。クリアします。おぉ、すごいすごい。もうおっさんとか本当にね、50メートルバーン走って飛んで、はい、12秒みたいな感じで。ダメだよ、それ。不合格みたいなことで、デヘヘヘヘヘとかって帰ってくるね。嬉しそうに帰ってた。甲子園の砂持って帰って。砂持ってって、本当に。砂目当てだから、あのおっさん。そう、砂だよ。絶対。砂を魚に、ね、今晩飲もうっていう。口だから。砂を当てに、いいね。でも僕一応2時まで行って、ノックとバッティング受けて、だから、阪神のもう本物のメット被って、ケージ入って、まあ、阪神のバッティングピッチャーの人が投げてくれるボールを、球場でカコーンと打ってきましたよ。打ったなら合格じゃねえんだ。ですよね。で、いや、それ、その様を見て、まあ、バッ
ッティング、そしてノック、うん、も受けるんですけど、それを見て、その中からそのスカウトというかその人が、また後日来てくれるって人を選ぶんですよ。でピッチャーピッチャーでブルペンとかでビンビン投げてるんですけど、はい、その日多分200人以上いたのかな受験者が。で後日来てくれるって呼ばれた人が確かね2人か3人で、そんなもんなんだ、ね、で後日来た人も結局合格なかったですか。この年はだからそのセレクションっていうその入団テストで入った人はゼロだった、うん、ゼロなんだ。あ、残念。狭きもんだよね。いやそうだね。激うまいんで本当他のやつとか見ててもだろうよ。違うんですね。でもね全然無理だっていう。これもやってないんですよね、うん、もうこういうことは今どうなんでしょうね。どうなんだろう。ちょっとなんか、うん、俺だからジッパーみたいな持ってくんですか。グローブとかしまったってバッグにも山盛りで入れて、本当にいいね。直接ですか。7、8キロ持ってきたんじゃないかな。これ造園業じゃねえんだから。砂の器ですよ。砂の器、宿命ですよ、これ。宿命。そうなの。重くてしょうがない。ねえ。いや、笑っちゃうよな。あとね、私、本当に気になるのが、今何したと思ってんだと、ファミコンのやりすぎで、こわもてのお兄さんが家に乱入して、マジ切れされた筋と。うん、これ、まずはあれだよね、上京してきたってことだもんね。そう、だから上京してきて、19歳で上京しますよね。うん、で、一人暮らしを始めるんですけども、うん、まあ、そうなると、まあ、専門学校も一応言ってたんですけども、これですよ、臨床検査技師の、はい。学校行くために幡ヶ谷に住んでたんですけども、うん、そこでただそうなると19のガキが考えることなんてことは、うん、学校に行くってことよりもこれで24時間遊べるぞと抜き放題そう抜き放題なわけです。親元を離れて、ね、親元離れたんで、そういうことだ、はい、で家にみんな友達が集まって夜な夜なのファミスタ大会をやってたんで、ね、本当に。ちなみにチームはどこでやってました。僕ねレールウェイ、あ、レールじゃないな、俺どこでやってたかな、当時俺フーズフーズ、あ、フーズフーズ、あ、俺阪神でやってた、阪神、あそこも強かったな。そうそうそう、あの年の阪神は強かったな。強いんだよね。バースいるしよ、岡田。山本が左右にグイグイ曲がるっていうね。野球ゲームですか。そうそう、野球ゲーム。野球ゲームだよ。で、それを家、夜な夜な家に集まってやってたんですよ。はい、で、まあ19が秋なんで、やってても興奮してきちゃって、もう、ダー逆転とか、やったーホームランとか、夜中の2時とかで大声出しちゃうわけよ。ワンルームで。そうしたら、うちのその部屋が1階の部屋だったの。で1階でいろいろこう立て込んでる小さいワンルームがいっぱい集まってるところだ。だから、この中庭に三角形の無駄地みたいなのがあったりするじゃないですか。何も建てられないの中庭扱いになってて、日陰でなんか、段ボールが雨ざらしになってたりとかするような。ところが窓開けたらそういう感じだったの。で、そこでやってたら、いきなり夜中にホームラーンとか言ったら、その窓側の、あ、窓が、窓側とその、何、そのスペース側の窓がガラッと開いて、普通そこ開かねえんだ。はい。そしたら、捨ててことなんかの何に来て、腹巻き巻いた、おっさんが、お前ら何時だと思ってんだって当たり前だけどな。言われて、いや、こっちも全く同じこと返せるんだけど。まあ、どこ開けてんだと。どこ開けてんだ、なんで、もうほんと怖いわけ。で、まあ、隣の、そのね、おじさんが、長距離トラックの運転手さんをやってたっていうのは知ってたわけよ。で、いないことが多いんで、で、キャッキャキャッキャうちで遊んでたんだけど、その日はたまたまいて、ガラッと開けて、何時だと思ってんだからならって言って、ちょっともう、反省的にすいませんって言ったら、あったよ、しろしろって、カラカラカラ、パタンって出してしまって。ちゃんと閉めていった。で、じゃないですか。合法的に入れるから。ねえ、で、で、合法的だってことで、うん、その、さっきね、言ってた、卓球を紹介してくれたピッチャーのやつと、二人で、じゃあ行こうぜと。で、鈍行乗り継いで、行って、そこでも阪神の入団テストを受けたんですけど、行ったらさ、もうさ、やっぱその、記念受験みたいなおっさんの方が多いわけよ。おっさんマジで来てるとかもいるんだよな、ね、うん。秋田の高校のセカンド守ってたんだけど、甲子園俺出たんだよね、つって言ってやつ、それでも来てたりとかして、そういう子たちがプロの夢を捨てきれなくて来るんですけども、はい、それが多分2割ぐらい、うん。残りの8割はまあ俺も含めての冷やかし。冷やかし受験。目当ては甲子園球場っていう。で、まあそこで、50メートル遠投。遠投。をまずやって1次テストでフルにかけられるんです。50メートルが7秒5ぐらいかな。で、遠投が80メートル、高級で。まあでも、やってたらね、うちら現役でやってたばっかりだから、まあそれはクリアします、ね。おぉ、すごいすごい。もうおっさんとか本当にね、50メートルバーン走ってると思って、はい、12秒みたいな感じで。ダメじゃん、それ。不合格みたいなことで、でへへへへへとか。って帰ってくるね、嬉しそうに帰ってた。砂、甲子園の砂持って帰って。砂持ってって、本当に。砂目
当てだからあのおっさん。そう砂だよ。砂を魚に、ね、今晩飲もうっていう口だから。砂を当てにいいね。でも僕一応2時まで行って、ノックとバッティング受けて、だからあの阪神のもう本物のメットかぶってシェイク入って。まあ、阪神のバッティングピッチャーの人が投げてくれるボールを、あの、球場でカコーンと打ってきましたよ。打ったなら合格じゃねえんだ。ですよね。で、いや、その様を見て、まあ、バッティング、そしてノックも受けるんですけど、それを見て、その中からその、スカウトというか、その人が、また後日来てくれるって人を選ぶんですよ。でピッチャーピッチャーでブルペンとかでビンビン投げてるんですけど、はい、その人は200人以上いたのかな受験者が。で、後日来てくれるって言われた人が確かね、2人か3人で、そんなもんなんだね。で、後日来た人も結局合格なかったですか。この年はだからそのセレクションっていう、その入団テストで入った人はゼロだった。ゼロなんだ。あ、残念。狭きもんだよね。いや、そうだね。激うまいんで、ほんと他のやつとか。だろうよ、ね、違うんですね。でもね、全然無理だっていう。これもやってないんですよね、もうこういうことは。今どうなんでしょうね。どうなんだろう。ちょっと前っていうか、ずいぶん前だけど、うちの井出らっきょさんも日ハムの入団テスト受けて、受かったんだよね。え？受かったの。でも年齢で弾かれちゃった。年齢で弾かれちゃった。で、満たしてたんだよ。満たしてた、ほんと全部。そう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 。そんなことあったね。ああ。じゃあもちろん砂持ち帰りましたね。もちろん砂持ち帰りました。砂だもん、砂にある。何に入れるんですか？その筋の話。毎週一筋縄ではいかないゲストを迎えして、そのゲストが歩んできた様々なその筋の話を聞いていくコーナーです。改めまして本日のゲストはピエール滝さんです。こんにちは、ピエール滝です。よろしくお願いいたします。あー、いいねいいねいいね。滝さん2秒前まで鼻かんでたんですけど。そうですね、はい、ラジオのいいところ。そうですね、はい、そう、俺も今あのパンツ脱いでますから。いやいや、一応履いてます、はい、履いてます。いや、もうゲストですからね、今日は。改めてそうですよ、恐ろしい話ですよ。もうすごい照れくさいだろうけども、うん、ほぐさせてもらいますよ。はい、タマちゃん ほぼ知ってるだろうからね。まあ、うん、でも知らないこともありますか。ありました。行きましょうよ。じゃ早速滝さんの簡単なあらすじとその筋をご紹介します。うん、1967年静岡県のお生まれで現在47歳です。高校まで野球少年として白球を追いかける日々を過ごすも、85年、友人石野卓球さんなどとバンド人生をスタート。89年には電気グルーヴを結成しメジャーデビューを果たします。91年には日本放送オールナイトニッポン土曜2部のパーソナリティを担当。時を同じくして浅草キッドと出会い、全員が全裸になった思い出の飲み会を開催。お互いの絆を深めていきます。また音楽活動と並行して声優や漫画の原作、ゲームソフトのプロデュースなどを行う傍ら、最近では俳優としても大活動をされていらっしゃいます。そんな、まあ、大活躍ですね、大活躍されていらっしゃいます。その玉結びファミリー木曜パートナーのピエール滝さんが本日のゲストとなっております。よろしくお願いします。大活動しております。大活動ですよ、はい、活動屋ですよ。そうですね、活動写真の方でやってますから。私の方でやってます、はい、大変失礼しました。大丈夫ですよ。そんな滝さんのその筋は、その1、高校1年の夏、卓球さんの家で聞いたニューオーダーのブルーマンデーに衝撃を受けて週5で卓球さんの家に通った筋、うん、その2、生物と科学だけはずば抜けて好成績、将来は臨床検査技師を目指していた筋、うん、その3、阪神タイガースの入団テストを受験、もちろん不合格の筋。もちろんは余計でしょ。その4、今何時だと思ってんだ、ファミコンのやりすぎでコアモテのお兄さんが家に乱入、マジギレされた筋、うん、その後レコード会社との面接で、ライブは30本はやりましたかね、うん、オリジナルの曲は50曲はあるかなとハッタリをかまし、メジャーデビューの筋。その6、ドイツでケンタウロスの着ぐるみを着てライブに参加、ドイツ人のドギモを抜いて翌日地元新聞のトップを飾った筋。その7、映画凶悪で第37回日本アカデミー賞優秀助演男優賞受賞の筋と、7本の筋が張っていらっしゃいます。いや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 、歴史あるな、やっぱり。そうですね、あるな。全部気になりますけどね。そうなんだよ、高校1年の夏、卓球の家で聞いた、うんうん、このニューオーダーのブルーマンデーに衝撃を受けたと。はい、野球少年って高校野球は、そうだから、うん、高校に入って高校
いや、うん、野球部に入って、うんうんうん、そうなるといろんな中学からさ、うん、いろんなやつが集まってくるじゃない、うんうんうん、でそので集まってくるとお前どういうやつどういうやつって話していくうちに、うん、で滝はどんな音楽が好きなのって言うから、うん、まあ、当時 YMO とかクラフトワークとか、うん、そういうちょっとテクノ系の曲が好きだったのね、うん、でそういうのが好きだったら俺の友達にすげえ詳しいやつがいるから今度そいつのに遊びに行こうってそのピッチャーだったやつが誘ってくれて、で、16の夏に、練習が終わってから卓球くんの家に行くわけですよ、ね、おーおーおー、で行ったらあいつがもう何ですかねトランクス1枚にランニングのシャツを着てバカそうだねまだそうそうそう で坊主頭で、卓球部活やったのかね。あいつはね一応ね、部活あでも高校になってやってなかったもん。やってねえんだ。そうそうそう。やってねえな。で家に行ったら、うん、おめえが滝ってやつかってことになって、うん、話は聞いてるぞと。で、まずとりあえずこれを聞けってかけたのがその当時出たばかりのニューオーダーのブルーマンデーっていう曲だったんですよ。はい、でそれがまあエレクトロビートの曲で、うん、でまあ YMO とクラフトワークしか知らなかったですから、うん、あこんなダンスチューンな感じで知らない曲があるんだってものすごいかっこいい曲だったんですそのブルーマンデー。がバスドラの8部のキックで始まるっていうやつなんですけどミュージシャンだね言うことが、そうですね、それでこれかっこいいってことになってで、まあ、卓球の絵にはそのニューウェーブだったりとかそういう、うん洋楽のでしかもちょっとマニアックなレコードがいっぱいありましたから、でそれでこいつ面白いなってことになって、部活が終わってから卓球の絵に足しげく通うようになると。ほう、結構裕福だったのかね当時そんなの買えたっていうのは。そうですよね、あ卓球、うん、いやあいつは裕福じゃなくて、一応何ですかね大丈夫な範囲で大丈夫な範囲で一応ね駐車場かなんかでバイトしてたんだあいつ。あバイトやったんだあいつ。そう一応バイトしてでお金をねもらって駐車場のこう入れるってやつの、まあ、途中の、別のルートを作ってっていうことでたくましいなっていう。卓球たくましいよね。工夫だね生きるすべサバイバルです、はい、16歳にしてバイト代のもらい方を工夫してそれでレコードかとか買ったりしてへで週5日かじゃあ練習終わってからずっと。そうだから練習がまあ当時1年生とかだと、うんまあ、終わった後にグランドセーブとか片付けもあるんで、まあ、9時ぐらいに終わる、はい、あの時のでも野球部だろ高校1年とかアイドルとか出てくるからそっちの方に行っちゃってるやつが多かったけどな。いやまあねそうだね。前もはまあ中学ぐらいからね切ったけどな俺たち。だから当時、うん、まあおにゃんこクラブとかもあったんだけど、はい、その時間俺ら練習してるからああ見られないんですね。全く 見てない。そうだ野球部だもん、うん、そうでそれで9時から卓球の家に遊びに行って、うん、でそこでそのニューウェーブのレコード聞いたりサブカルの漫画を読んだりして、夜中12時ぐらいにまたチャリに乗って家に帰って翌日は朝7時から朝練っていう。えらい。なんだろうねそれをみんなノーギャラでやってるからねあの高校生ノーギャラ普通ギャラもらいたいぐらいだそのスケジュールそれぐらいのね労働だと。だ当時は野球とニューウェーブの両立って呼んでました。大したもんだよ、はい、それはすごいね。あじゃあ16歳からずっと続いてるわけですもんね。関係はそうだね、なそんな続くと思わなかったけどね。思わねえな30年だぜつながりですごいですよね。高校の友達なんかつながってねえもんなもん。残念ながらねいないわ。でもあの卓球とは別の学校だったんで、はい、要はそういうつながりって今度強くなるというか、ね、学校の友達無理しなくちゃいけないじゃんやっぱり、ある程度毎日顔合わすから、うん、でそういうのがなかったのが良かったんじゃないですかね。あら、言いますな語りますな。ほぐしましたな俺ああじゃあどうする？はい。どっちに行こうかな。2か3か。3かな阪神タイガースの入団テスト受験。もちろん不合格のすぐ。そうだね。あれさ、野球少年っていうのはさ、うん、どれぐらいで俺ってプロいけねえなって思うわけ？いや、もう高校始まって、まあ大会とかで他のチーム見たりとかさ、強いチーム見たりするわけよ。うん、ああ。でまあうちらもその高校の時に例えば関東遠征とかで来て横浜高校とやったり堀越とやったりとか大ビリンとやったりとかするわけ。でそうするともうそこの練習とかその層の厚さとか見るともうこれ完全で無理だなと静岡の早かったですねアパチ野球軍はそうそう公立のね県立のそんな進学校がね甲子園なんか行けるわけねえなっていうのがもうすぐ肌感覚でわかるんですけどこのね阪神の入団テストっていうのはこれちょうどあの阪神が優勝した85年の話なんですけどもその時僕18歳で、で、阪神の入団テストの会場が甲子園球場だったんですよ。いいね。で、甲子園球場ってことは、
合法的に甲子園球場入れるじゃないですか。合法で。ね、非合法で入ろうとね、そういう考えやめなんですよ。そうでしょ。非合法で入ると新聞載っちゃう。